パタゴティタンパタンゴチタンはアルゼンチンパタゴニアチュブ州のセロバルチーノ類層で見つかったティタノサウルス類の竜脚類の属である。パタゴティタンマヨルムパタゴチタンメイアーム一種のみで知られる。2014年に初めに報告され、2017年にホセカルバリードラによって公式に記載された。P メイアームの人とのサイズ比較、パタゴティタンマヨルムは全長約37メートル。 体重69.1トンと推定される。初期推定値では全長40メートル、体重77トンと見積もられていた。いくつかの研究では最も重いティタノサウルス類であるアルゼンチノサウルスの次に重いものとされており、地球史上最も大きな陸生動物の一つである。全色彩者は次のように述べている。以前に知られていた。 巨大動物を上回る骨の大きさからすると、この新種の恐竜は知られている中で最大の陸生動物である。しかしブライアン・スイーテックは、正確な大きさを計算するのは時期尚早であると指摘した。彼は、おそらく33.5メートル、45.4トンほどだったと見積もっている。被災者は、パタゴティタンに固有の9つの形質を見出した。 最初の三つの動詞が骨端板前方接合突起を有する前方の関節突起と側方の突起との間を走る流気は前者の突起が後者の突起よりもかなり高い位置にあるため垂直である最初の二つの動詞において神経棘の側面から下に走っている両線が下側に膨らんでいる下血状突起と時間節空の複合型の二次関節突起は 第3及び第4の脊椎骨の間の関節運動に限定される。チューブ及び後部の同心は垂直の神経突起を有する。第1のおしいにおいて中心またはしつ体は全部に平坦な関節接合面を有し後部に突面を有する。全部おしいは横幅が前方から後方までの長さの4から6倍大きい神経突起を有する。 全防止は、いくつかの分岐を示す、神経突起を有する。上腕骨は、後方外側に、明瞭な膨らみを持つ。硬い骨は外側に、まっすぐな円を有する。脊椎パタゴティタンの硬い骨の化石は2008年に、農家のアウレリオ・ヘルナンデスにより発見された。場所は、トレレウの西2 5 0トルのラフレチャ近郊の砂漠であった。発掘は、 エジディオ・フェルデオ古生物学博物館の古生物学者たちによって行われた。少なくとも6個体分の部分骨格を構成する150点の骨が採取され、特筆すべき保存状態と記載された。2017年にパタゴティタンは基地のティタノサウルス類で最も完全なものの一つとして記載された。モシキシュパタゴティタンマヨルムパタゴチタンメイアームは カルバリードラによって命名された。俗名は、パタゴニアとギリシャ神話のティターンの組み合わせである。種商名は、ラフレチャ放牧場の所有者である魔女経営の県名なのだ。大腿骨ホロタイプ、マペフ PV3400 は、アルビアン後期の地層から発見された。ホロタイプは、頭骨を欠く、部分骨格である。それは三つの頸椎、六つの手前側の惜し三つの 千椎、肋骨、両方の胸骨、右の肩甲骨の関節球、両方の恥骨、そして大腿骨と頸骨である。その標本がホロタイプに選ばれたのは、他のパラタイプとされた標本と比べ、より多くの固有形質が確認できたためである。マペフ PV3399 は、第2の骨格で、6つの頸椎、4つの動詞、1つの前方の押士、 16の後方のおしい骨盤、左の尺骨、両方の座骨、左の地骨、そして左の肩骨である。マペフ PV3372 は1本の歯であ,のである。マペフ PV3393 は後方のおしいである。マペフ PV3395 は左大腿骨で、マペフ PV3396 も同様で、 右大腿骨であるマペフ p e 三 p v 3 3 9 7の体となる。マペフ p e 三 p v 3 3 7 5とマペフ p e 三 p v 3 3 9 4も体でそれぞれ左及び右の大腿骨である。マペフ p e 三 p v 3 3 9 1とマペフ p e 三 p v 3 3 9 2は2つの気骨である。発見された動物たちは単一の採石場で発掘されたものの、 同時に死んだわけではない。化石を保存していた厚さ3 4 3トルの低室内には若い生態たちが3度の洪水によって死亡したことを示す3つの線が存在する。水は死体をそれ以上流さず、砂岩とガ岩で覆った。個体はほぼ同じ大きさで、全長の差は5%以下であった。確認可能な限りでは発見されたすべての骨は、 同じ種に属し、従って単一種集団の一部であると思われる。パタゴティタンは2017年にエウティタノサウリアに分類された。より細かくはアルゼンティノサウルスの姉妹群であるロンコサウリアに近縁とされている。ティタノサウルス類のいくつかのサブクレードは独自に巨大化したものと思われる。そのようなイベントの一つはノトコロススロンコサウリアのクレードの基盤で行われ。 最大で20トンから60トンと3倍の体重になった。ありがとうございます。